このリアル脱衣麻雀ポロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半チャン1回戦を行い、各半チャンのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。ただし今回は番組名の通り、失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。わ、なんと中膨れ数層でやってたら積もってたという、ね、うん、まあそれは無理筋なのでありえない話、ね、それは大丈夫です。はい、サブローピンが、ローピンが実はもうないんですよね。で、3ピンがあと何枚あるか。あと1枚。3ピン1枚だけです。ローピンはもうありません。このラスハイの3ピンを積もった。力強いなこれ。ラスハイ3ピン積もった。はい。で、1ピン積も、赤1。26オール、現時点26オール、26オール、これは大きい。いや、しかし全部積も上がり、ね、はい、だいぶ並びましたよね。え、はい、すでに猫チャイナのチャイナがなくなってる本木さんはどうするのかな。あ、それはない、残念ですね、 ですね。はい、ということで、8000点バップということになりました。いやー、すごい戦いになってます。この後も戦いは続きますんで、上がり目指して頑張ってください。朝倉さん3枚目です。現在トータルトップではありますが、さてどうするのか。頑張りますね。はい、ということで朝倉さん行きました。しかしまだトーン3曲です。先は長いです。さあ、この後は片手で頑張っていただきましょう。はい、さて河合さんの連チャンです。トン3曲一本場、すでに現段階でトップの朝倉さんとは2万点差まで追い上げてきています。ここはドラは3ピン、ソーズのメンツが1つできてますね。それからワンズも1個できました。これも早い。ドラの3ピンが問い通。本木さん、本木さんは今もトータル2位、すごい形です。この朝倉さん3枚引きました。久里さんはチーピンを引いて、さて河合さん、これは何を引いた。カンチーピンの形ができました。河合さんもまたいいシャンテンですね、うん、これまたチャンスですね。もう打点じゃなくて先制リーチとか打てば相当プレッシャーになりますからね。なりますよね、この状態で、はい、せっかく久里さんの点がいいけども、はい、追いつけるか。なん、これはもうノータイム。なんを泣きましたね。本木さんなんちゃで、はい、はい、はい、泣きました。でしかもこれドラドラです、はい、ペイを重ねた。朝倉さんはシャーが風牌、この連ピンはいらない。あ、まあドラはね、ドラがここに2枚使えますから、はい、さて何を引いた。チーワン、うわ、いい、頭が欲しかったところに頭できました ね、 ましたね。これで形決まって早いですね、はい、ローワンを引きました。チーピンが出ます。リーピン、これはいらない。三層、おー、3ピンにくっつけた。さてどうする。おー、ペイとシャーのシャンポンというところなんでしょうか。
パーピン、これはいらないでしょう。パーワンもいらないんですが、一歩前進。ああ、シャアを頭にしますか。シャアを頭にすると、ね、シャアチャなんでピンフがつかなくなっちゃうんですよね。つかなくなりますよね。あ、久里さん天敗ですね。おお、はい、なんか久々先制両面ですね。はい、はい、サブローピン、ドラ筋、あまりないかな。サブローピンあまりないですね。ねえ、3ピンがあと1枚ですかね。ローピンもあまりない。ローピンないですね。ローピンないですね。ローピンないですね。はい、ドラの3ピンが1枚あるだけ。もうみんな降りられない。積もられる前に積もるですね。まあ、ここも降りないだろうし。そうですね、ここも降りられない。 E1 リアンは行きますね。うん、もう行くしかないでしょうね。チャンスですからね。はい、積もれる街って。あ、やめちゃいましたね。ちょっと怖くなっちゃいましたね。でもやっぱリーチの効果ってこういうのがあるんですよね。はい、あ、後手の方が強いんですけど、はい、やっぱここで途中でやめさせられる効果があるんでね、はい、降りてくれるとほっとします。一人転廃でもいいんですもんね。そうです。これ一人転廃で流局っていう可能性が出てきましたね。出てきましたね、はい。とにかくほとんどサブローピンはないに等しいですから。等しいから、まあその流局希望ですね、久里さんとしては、はい。本人はまだねサブローピンたくさんあると思ってるんでしょうけど、ちょっと1枚しかないんですよ。ね、ここはウーソー問い継ぎの形になりました。ローソー中筋。うん、いや、あ、ここに3ピン。これでもうあとはない。みんなが降りてくれるのを祈るだけですね、久里さんはね。ただ、ね、元木さんがねまだ行きたがってる。そうですよね、はい、これこのチーピンは打てます。打てますもんね。リャムピン、サブローワンが入れば天敗ですから、E1 勝負するでしょう ね。順目が深くても勝負するでしょうね、はい。あのもう脱げませんからね。そうですよね、はいはい。これもあすごい打ちづらい。あ、打ってる人いるな。はい、いますね、はい。スーソー打ってる人いるな。いました、いました。久里さんが積もり上がりをする可能性はありません。うわぁ、朝倉さんが天敗で三品のドラ打つかどうかですね。それで報酬ですか、はい。でもそれはもうそれも一応もうこの、ね、これだとあるんですよ、ね、どっちにしろってね、はい、うん、あの流局しても8000点引かれちゃうなら、うん、自分の天敗で三品勝負ってのはありますからね。ありますね、あるんですよ、うん、ありますね。あの今ならありますね、はい。そう、今チーピンを泣こうとしますね。やっぱ泣いた方がいいですよ、はい。あのテン、あ、これこう泣く、これローピンある、これローピンありますね、はい。こう泣いたか9番いくかだけど、もしテンパったらローピンかサービン出るんですね。出ます、ね、はいはいはい。今ね6、8で泣けばよかったんですけど も、ね、ちょっとね、端っこで泣いちゃいましたね、はいはい。テンパったら出ますローピンは、まだわからない。このテンパってしまった、だからこれは行く、行きます ね、 ね、これはしょうがない、これはしょうがないですよ、はい。これ行った方がいいんですもん、はいはい。リーピンドラドラ8000
はい、8000点です。まあ久津さんとしては積もりたかったけど今はなかったからしょうがない。しょうがない、はい、うん、さてどうするのか朝倉さんです。いや痛い満貫の補充になってしまいました。これはもうね、脳天でも一緒ですもんね。これは3品はしょうがないでしょう。そうですか、そうですね、はい、ということで、8000点のバップとなりますので、これはもうトップの河合さんが目の前まで来ましたよ。すごい戦いになってきました。トン4曲元木さんの親です。これまあ久里さんが頑張ったんですけど、久里さん、うん、バップが8000点が2回ありますんでね。そうですね、かなり厳しいのあります。で元木さんが十分にこう今朝倉さんがバップ8000で結局1万6300減ったことになりますので、はい、これは元木さんも近づきました。その元木さんの親ドラはトン。トンはどこにありますか。1枚ある。そしてローピン重なる。難しいですね。難しい体勢でやってますね。難しい体勢で朝倉さん打ち続けなければならない。9層メンツは一つあります。待望の上がりを決めた久里さん、このトンを、孤立杯のトンを重ねたいと思っている、皆思っているわけですが、9ピンも重なった。3ピン、あー、いいピン切ってますね。関数ピンの形を残した感じになりますが、今回みんなちょっと時間かかりそうな、かかりそうですね、はい、手ですね、はい、流局間際のこう、あ、やっぱ早いね仕掛けがね。タイヤを狙っていいピン切ったんですね。これは流派も重なって、これチャンス点になりましたね、はい、どうするでしょうか。これチートイは見ない、チートイシャン点でしたけど、泣いた方が早いでしょっていうということですね、はい、はい、E1 重ねてトンがまだ2枚山にいるんですが、リャンピンポン天杯関数ピン、リャンは入った。あ、白を切る。ははー、もう数層が打てないってことですかね。ですかね。いやでも数層はね、2差しで泣いてるんで、うん、比較的打ちやすいとは思いますけどね。リャンは入って、さあトンどうする。ドラのトンですね。ドラのトンです。行きました。あ、行きましたね。おー、天杯うまくいきましたね、はい、しかし数層ここに来て、で今ならドラのトーンを離すチャンスでしたけど、うん、これも天杯。天杯ですね、はい、9ピンと E1 のシャンポン。 E1 がないんだ。ああ、 E1 がないんで、とりあえずイーシャンテに戻す手はありますね、うん、これおしゃれなのは E1 切りなんですけどね。そうですね、 E1 切って数ワントローピンのくっつきっていう風に見ると、うん、いい感じなんですが、9ピン切りになっちゃうかな、うん、なかなかね E1 って切れないんですよね、はい、先輩は理解してるだろうとは思うんですけども、それを崩す勇気があるか、うん、まあ、E1 が2枚切れてて9ピンも1枚切れてるからシャンポンリーチはしないと思うんですよ、シャンポンリーチするとしたら9ピン切ってローピンとのシャンポンがいいですね。ローピン2枚にかけて、うんうんうん、はい、はい、まあ、天杯をとにかく親ですから取っておくというのも全然ありますね、ありますけども、はいはい、9ピン切ってリーチ、あ、うん、ローピンにかけましたね、はい、ローピン2枚積もればいいんでしょっていうリーチです、はい、
親リーチ怖いでしょっていう。はい、元木さんもね、トータルの優勝は十分に狙えるところにいます。狙えますね、はい、ローピンは山に1枚ありますからね、はい、ローピン対カンスーピン、そしてこちらはスーソーウーピン。ああそうか、はい、上がれますね、みんな、はい、みんな役があるんだ。そうなんです、転売はしてるんです、はい、いきますね、はい、ここは勝負どころ、怖い、怖いけど行く、うん、とにかく失うものないですからね、久里さんは。うん、あ、ちょっとピンズに手をかけると危ないかな、うん、ピンズはね、ローピンも当たり、スーピンも当たりですよ、はい、ピンズじゃないとこ選びましたね、うんうん、パーピン、うん、全部行くでしょう、もう行かないとしょうがないですよね、もうこれは行くでしょう、はい、イーピン、うん、イーピンは行きました。あー、ウーピン捕まった、ウーピンは久里さんだね、うん、アウトです、アウトですよ、久里さんだ、うん、お連続上がりましたね、はい、初赤、初赤、はい、2600ですね、うん、ですね、2600だけど元木さんを沈めるいい上がりですね、はい、片山さんおっしゃったように E1 を1枚外しておくと今のウーピンを引いてスチーピンの街になってたわけですよね。あ、そうなんですよ ね、でもなかなかね、はい、気づかないんですよね、そういう、うん、はい、なんか連続系のところを1回ほぐすっていう。